NHKE テレで放送中の4から6歳向け教育的エンターテインメント番組、見つけた。月、金前7時45分8時、再放送月、金後4時45分5時のエンディング、ED 手間曲が、9日の放送から、ロックバンド、くるりの岸田茂が書き下ろした、ドンジュラリンに変わる。同番組ではこれまでも、トータス松本、星野源、スキマスイッチ、森山直太明らが、テーマ曲の制作を手掛け、親子層のみならず、広く音楽ファンの間でも話題になるようなクオリティの、好意楽曲が生まれている。今回、幼児向け番組の楽曲を手掛けるのは初めてという、岸田は、恐竜をモチーフに、子供の想像力が膨らんだ、楽しい世界を表現。身の回りのものや、お父さん、お母さんは、もしかして、恐竜？そんな、子供らしい想像力あふれた世界を大冒険。何度も聴きたくなる温かいメロディーに、韻を踏んだ、楽しくて、覚えやすい歌詞、発見と驚きが、ぎゅっと詰まった宝箱のような一曲となっている。歌うのは、番組レギュラーのスイちゃん、増田梨沙。番組キャラクターのコッシー、CV。高橋茂雄と一緒にコーラスも担当した岸田は朝の楽しみ、見つけたにこういった形で関わることができて幸せです。楽しく作ることができました。子供たちのワクワク、ドキドキのこと、時間の感じ方、身近な存在のこと、知り得ぬ存在のことを一つの世界の中で表現してみました。みんなで歌ってみてください、とコメントしている。